こんにちは、クレイです。さて本日は年齢と体型と上手に付き合える鈴木隆之新作アイテムということで、この2021年春夏の新作のアイテムをご紹介したいと思います。もし鈴木隆之というブランドをご存じない方もですね、タイトルにあります通り年齢と体型に本当に上手に付き合っていける素晴らしいブランドですので、ぜひこの機会に興味を持ってもらえたらとっても嬉しいです。で本日の動画の流れなんですけど、まず一番初めに鈴木隆之とはどういうブランドなのかということをサクッとご紹介させていただいて、そして今期のテーマで最後に新作をご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。少々長くなるかもしれないので、もし先にアイテムだけ見たいなっていう方いらっしゃいましたら、よかったら動画を飛んでいただいてアイテムの方を見ていただけたらと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。それではまず鈴木隆之がどういったブランドかと言いますと、2003年にスタートした日本のブランドで、時間と調和というものをテーマに掲げており、女性が本来持つ美しさというものを捉えた繊細で美しいお洋服作りをされています。でそれがどのようにお洋服に表現されているかと言いますと、まず素材選びは古来から人々に愛されている理由というものを根本的に探って選んでいらっしゃいますので、やはり気づいた時にはあ、これいいなと手に取りやすいですし、自然と日常の中に取り入れやすいものが多いですので、とても気持ちよくて着心地も最高です。またデザインについては伝統的な技法を取り入れていて、派手ではないんですが華やかでありつつ落ち着いて着られるような染めであったり、細やかなギャザーやタックを駆使した女性らしい体型をより美しく見せるようなゆったりとしたものでありながらも、決してだらしなくは見えない工夫っていうものが光るものが多くて本当に素晴らしいです。こういったデザイン性やナチュラルに取り入れられる点というものを踏まえますと、時代性にとらわれずどんな時でも女性に寄り添ってくれる本当に力強いブランドと言えます。皆さん興味が湧いてこられたんではないでしょうか。サクッとご紹介するとこんな感じです。もう本当はもっともっと語りたいことたくさんあるんですが、動画が長くなってしまいますので、今から今回のテーマをご紹介したいと思います。21年 SS のテーマはトゥインクリングミストと言いまして、少しスモーキーで淡いグリーンカラーというものを軸にアイテムが展開されているんですけれども、森の中で霧が立ち込める中に気づくと日の光が差し込んできて、世界がキラキラと輝き出すというとっても優しいテーマ性になっています。今のこの時代性ですね、そういった気持ちが立ち込めてしまうようなこともある中で、ぜひ希望を見出してほしいなというような、皆さんに楽しんでいただきたいという気持ちが込められたテーマになっています。でこちらがその今回のご紹介する新作アイテムになるんですが、グリーンが一色もないです実は。というのも、もう早々に完売してしまいまして、今回はご紹介できるそのグリーンがないんですけれども、本日以降ですね、今からまずそのグリーンのアイテムがたくさん入荷してまいりますので、ぜひそれを楽しみにお待ちいただきたいなと思います。他のお店さんでもし気になっていらっしゃる方は、ぜひデザインとかだけでも参考にしていただければとっても嬉しいなと思います。はい、では今回の新作なんですが4型あります。定番が2型と今回新しく登場する方が2方になります。それでは1つ目なんですが、今私も着ておりまして、この鈴木隆之を代表するペザントドレスになります。こちらになるんですけれども、以前にですねこのドレスの着こなしの動画もさせていただいているので、ご存知の方も多いと思いますし、もし鈴木隆之を初めて知られる方はこのドレスが本当におすすめです。これは18世紀のヨーロッパでちょっと流行した農夫が着ていたお洋服から着想を得たドレスになっているんですが、身幅と丈感がとってもゆったりしていて、とにかく動きやすく過ごしやすいドレスになっています。ただそれだけ聞くと少し野暮ったい印象になるかなと思うんですが、もうそんなことは決してなくてですね、例えばこちらですね、このドレスの前身頃の中心にタックが入っていて、生地を少し寄せてあります。そうすることで綺麗に全体が中心へ
下に向かって落ちるようになっているので生地感が無駄に横に広がったりしないんですね。そうするとやはり体型も綺麗に見えます。そしてこのタックはこちらですね、後ろの方にもついています。はい、でこのゆったりとした身幅だけではなくアームホールですね、お袖の方なんかもやはりとってもゆったりしていて、こちらですね、このお袖の後ろ部分に細やかなギャザーが寄っていて少し丸くふわっとした印象のお袖になっています。また鈴木隆之のお洋服にはそういった細かいギャザーがいろんなところに散りばめられているんですが、例えばここの前身頃の肩の部分のささやかなギャザー、そして後ろもですね、実はここの背中心のところにもあります。それがあるかないかで体型の見え方が違う、とっても大切なところに工夫が凝らされていますので、一度これを着ると本当に手放せなくなってしまいます。というのも私実は今着ているこれは私物になります。私は去年買ってもう1週間に1回は着てます。冬もとっても愛用しました。でこちらはリネンレーヨンの生地になっていて、リネンがメインになるんですが、レーヨンが少々入っていることによって程よい暖かさもあるので、まあ、真夏以外ですかね、まあ、本当に着回しが効いて、まあ、1枚で楽で様になりますし、動画のリンクをつけておこうと思うんですけど、とにかく着回しが効くので買ってよかったと心から思っているドレスの一つになっています。ぜひぜひですね、あの鈴木隆之をご存知の方でまで持ってらっしゃらない方も、それから今知ったという方にもぜひご注目いただきたいドレスになっています。はい、でこちらはこのヌードというお色味とかっこよさも兼ね備えているブラックがございますので、ぜひお好きな方を選んでみてください。それでは続きましてがこちらのとってもフレアなドレスになっております。こちらも、まあ、ペサントドレスと同様身幅と着丈がたっぷりあってとっても着心地がいいドレスになっているんですが、特徴はこの透け感にあります。こう手を透かしてもここの、 あのハンガーのところでもわかると思うんですけど、とても透け感があって健やかにですね、夏場なんかも過ごせそうな薄い生地になっています。でこれは実はリネン 100% なので、やはり今からの時期もとっても活用しやすいと思いますし、なんといってもこのフレアなドレッシーさというのが雰囲気があって、エレガントなアイテムがお好きな方には結構たまらない一着なんではないかなと思います。でこちらもフレアに広がるように、こちらの正面から見てこの首元と、そして後ろですねのこの背中部分の首元にもしっかりギャザーが入っておりまして、ここから全体に綺麗にふわっと生地が広がるようなデザインになっています。こちらに付属の紐でウエストをポイントつけてもらって、こうすっきりした印象で着ることもできますし、取り外していただいてしっかり A ラインにこのボリューム感を楽しんでいただくこともできますし、実はこれすべて前開きで前が開くので時には羽織として着ることができます。なので本当に着回しが効きますし、こういった透けアイテムは今からだと少し早いのではと思われるかもしれませんが、今着ているような少し暖かいカットソーや薄手のセーターの上にこういったものを羽織るだけで軽やかさを演出して、こう春を先取りすることができますし、また夏なんかはぜひタンクトップやキャミソールと合わせていただいて肌を透けさせて季節性を楽しむというのもとっても素敵だと思いますので、とことん春から夏まで楽しんでいただけるドレスになっていると思います。ちなみにこちらもヌードと言われるこの白寄りのお色味のものと、はい、キリリとかっこいいブラックもございます。エレガンスさというのも白と黒でまた違うと思いますので、ぜひこちらもお好みで見ていただけたらと思います。では続いてがちょっとボトム二方になります。一つ目はこちらのラップパンツと言いまして、これも鈴木隆之では定番のアイテムになっています。でどこがラップになっているかと言いますと、こちらウエスト部分ですね、ここにボタンが見えると思うんですけど、これを取り外すとこうなってるんですね。ウエスト部分でここにもまたボタンがあるんですけど、巻くようにラップをしてお召しいただくパンツになります。でこれも着丈とワイドの渡りがとっても特徴的で、よく見るとこれ折りでストライプ柄が表現されていますので、見た目のかっこよさやどっしりとした印象以上に実はとっても軽やかになっています。
そしてこれもリネンとコットン素材なのですっごく軽くて気持ちよくて履き心地が楽です。でこのボトムの素晴らしさは実は二面性があります。前から見るとですね少しスカートのような印象になるんですけれども、後ろを向くとしっかりパンツなんですね。なので合わせるトップスによってかなり印象を変えられると思います。でやはりこれ一つで結構個性があるアイテムになりますので、持ってくるトップスがとってもシンプルな T シャツなどであっても遊びが効いていて抜かりのないコーディネートが叶うかと思いますので、これもまたとっても着回しが効いて重宝できるボトムになると思います。でこちらもお色味がヌードとブラックがございます。ブラックはですねやはりとってもかっこいいです。そして実はこのラップパンツはユニセックスアイテムなので男性もお召しいただくことができます。まあ、それぐらいゆったりもしていますし中性的な作りになっておりますので、それがまたとっても面白いポイントかと思いますので、ぜひガシガシ着回していただいておしゃれさも楽しんでいただきたいなと思う一本です。はい、それでは最後になるんですけれども、今ご紹介したラップパンツと同じ素材の今度はテーパードパンツになります。これも工夫がすごく凝らされていて私もとっても感動して今季こちらの色味のものを購入しました。ではまずどんな作りになっているかといいますと、ウエスト部分はですね実はキュッと引き締まっていてとっても綺麗な印象なんですね。ただここからヒップに向かって丸くなるようなデザインになっておりますので、ここのウエストのコンパクトさとは対照的にかなりゆったりして履けます。でこのゆとりのあるヒップやウエスト周りから下に向かっては綺麗に細いシルエットになっています。ゆったりとしてお召しはいただけるんですが、この下に向けて細くなるシルエットによって少しスタイリッシュな印象にもなるので、これもこの春夏ガシガシ使っていただけるポイントになると思います。そしてそれだけにとどまらず、生地感がですねしっかりはしているんですが比較的薄手なので、これドレスなんかの下に重ねて履くこともできます。例えばこういった先ほどご紹介したドレスの下にですねこうやって合わせて履くこともできますし、こう本当に裾に向かっての細さっていうのが綺麗なのでレギンス感覚ぐらいでも着れますし、リネンなので蒸れを心配することもなく夏場なんかも活用しやすいと思います。そして実はこれサスペンダー用のボタンがついているんですね。まあ、ボタンタイプのものにはなるんですけれども、またそういったいつもとは雰囲気を変えた着こなしっていうのもできますので、かなり自由度のあるとっても素晴らしいパンツだと思います。でこちらも同じく色味がヌードとブラックがございます。ということで本日はこの鈴木貴之の2021年春夏のアイテムをご紹介させていただきました。どれか一つあるだけでも普段の装いがグレードアップしてしっかり楽しんでいただけるかと思いますので、もうこのブランドがお好きな方もそして初めて知った方も何かお気に入りの一着と出会えたら嬉しいなと思います。はい、本日ご紹介したアイテムはすべて下の概要欄の方に記入してありますので、気になる方はオンラインショップ見てみてください。そして今回の動画を通して鈴木貴之とっても素敵だなって思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけたらとっても嬉しいです。はい、では長くなってしまったんですが本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。